茨城県出身ソロで連載、えー、ライブを行っていますピッカイユです。もうやっぱりまあ生誕祭っていうのもあって21歳ラストの結果はユウと。 ま、22歳。新たなキッカを言うが見てもらえるような、そんなライブにしたいし、あの、今までライブでやってこなかった、なんか、ボールサインボールとか投げてみたいとか、フリスビー投げてみたりとか、そういうのにもちょっと挑戦してみたいなっていうのはありますね。はい、あ、そうだな。でも、まあ、今、メンバー間の、なんか質問リレーっていうので、ま、いろいろメンバーで聞けないこととか質問してるんですけど、まだ写真をつけたり、 うん、っていうのはやったことないですよ。まあメンバー同士の写真とか、まあなかなか会う機会とかもないので、うん、あれなんですけど、なんかそういうメンバー同士で触れ合ってる写真とかもつけて、なんかファンの方が喜んでくれるっていうのもやってみたいなと思いますね。戦国南です。<ー>大好きなんです。結果、うん、ミーコが大好きで、はいはい、結婚したいぐらい今でも大好きなんですけど。どこで学んだの？ブラベスで学んだじゃないですか。そうなんです。最近。 グラミ,アでミンコをたくさん見る機会が多いのでそういう意味でもライバルっていう意味でもあるしあと何ですかあのなんかキッカーがズバリズバリなんかきついこと言ってものほほんって返されるところがすごいなんかキッカー的にはメラメラするのでそこがなんかライバルシーンを引き立つってますね。いやーでも。毎年年に1回は、 あの、海外でのイベントをやらせてもらってるの、本当にすごく嬉しいんですけど、今回、ブラジルってやっぱ日本の真下じゃないですか。だから、いろいろと移動とかも大変だと思うし、なかなか行けないからこそ、なんか、すごい楽しみです。多分、一生行かないと思います。プライベートでも。そうですけど、お仕事だから、なんか、ブラジルって行くイメージっていうかあると思うので、なんか、もう、英語もそうなんですけど、フランス語とかもそうだったんですけど、今回、 何語でしたっけえポルトガル語か、ポルルトガル語ちょっと本とかたくさんいただいたので勉強してペラペラ喋れるようになりたいなと思います。はい、得たもの。でもなんかなかなかやっぱ日本の方みたいにやっぱ会えなくてずっと遠くであの応援してくれてるので会った時すごいその分 なんか情熱がパワーがすごいんですよ泣いてくれたり方とかもいたりとかきッカのコスプレの衣装を真似して来てくれたりっていう方もあるので、うん、なんかそういう泣いてる姿とか嬉し泣きの姿見るとうわやっててよかったなってやっぱ思いますね、うん、その中でこの今回の中南米の、まあ、アイドルファーに伝えたいものってありますか伝えたいものあでもなんかやっぱソロで アイドルでやってて、なんか本当にいろんなオールジャンルのなんかバラードだったり、もう上げしめのポップ。なんていうの、明るい曲とか、いろんなジャンル歌ってるので、ぜひそういう、なんかいろんなジャンル歌ってるよっていうのを。あと元気なアイドルがいるよっていうのを、ちょっと伝えたいですね。あ、今ジムやってます。ジム行って、でもわがままボディって、多分みんなが思うわがままボディって。 なんだろう、ちょっと、ボンキュッポンっていうのが多分わがまボディだと思ってるんですけど、キック的にはもうだらしない体っていう意味で、わがまボディって言ってるんですよ。多分みんな勘違いしてると思うんですけど、最近そういうジム行って、やっぱ痩せろって言われたのもあって、ちょっとずつ、わがまボディって言えるのかって、 みたいな感じな体になってきちゃったんですよ。うん、だから、ちょっと今、わがままボディ存続なんですけど、今、ボディ戦争ってことで、うん、まあアタップアップガールズの戦国みんなげマシュワラボディとか言い始めたりとか、爆弾ボディとか雑歩脂肪の方にいるので、いろんなボディがちょっと流行ってきてるので危、危ういんですけど、まあ、ここだけは保つように。まあ、ここもぶっちゃけ落ちてしまったんですけど。うん、はい。頑張ります。 感想。でもなんか、男性に囲まれた現場で、もう5人ヒロインがいるんですけど、みんな男性で、キッカー女子一人だけだったんですけど、やっぱ、ずーっと長い間、丸一日を何日間もずっと一緒にいたわけだったんで、ちょっと男勝りになったっていうか、男勝りが余計男勝りになっちゃって、雑感がさらになんか、増しましたね。<noise> うん。あ なんですけど、なんて説明したらあのよくお座敷とかのお店でカーテンで仕切る個室あるじゃないですか。あそこわかんなくてすごい眠かったしっていうのもあって寄りかかっちゃったらもう後ろにゴテンって監督もやってたんですけど、うん、そういうハプニングはありましたね。うん、はい。実際お酒を飲むシーンとかあるじゃないですか。でパラテニンをずいぶんしてると思うんですがそこには何どういう いや、もう単純に、あんまり酔っ払って、まあ、基本ピンクは強い、はい強,いね、強いので、酔っ払ってる姿、そんな見せない子だったので、まあそこは苦戦することなく。あ、でも、今回のピンク、あの、結構、ちょっと短いんですよ。うん、衣装がっていうか、スカートが。それで、まあ、結果的にはそういうところも意識して、あの、意識してて、もう隠すじゃなくて、ちょっといい感じに見えちゃうぐらい、 な感じで撮影はずっとしてたんですけど、監督曰く全部見終えた感じでは、そんなとこ一切出てないから安心してって言われちゃったんですけど、ちょっと見えそうで見えない、あの、ちょっとセクシーじゃないけど、そういうところも注目してほしいですね。はい、はい。あ、でもやっぱり、ッカのライブ来てくれる方って、やっぱ、吉歌自体も自身も好きだと思うんですけど、歌が好きって言って、 来てくれる方も多いし、吉カの歌ってやっぱり自分でもいい曲だと思うのでなんか歌ってて元気になってもらえるまあ元気になった笑顔になってくれるっていうのが一番嬉しいのでまあ、そういうの拾ってもらいたいですね。 はい。えっ、ー、と、いつもキッカワユ牛応援ありがとうございます。え、これからはですね、キカ歌の方もたくさんイベントあるんですけども、まあ、4月からはドラマの方も始まりますので、いろんなキッカワユ牛をぜひ見てください。以上、キッカでした。